今日は砂漠の中のオアシス、初めて見る黒砂漠、そして何とも不思議な白砂漠、最後に砂漠の中の温泉を紹介したいと思います。今カイロから約400キロ離れたバハイアオアシスへ向かっています。乗用車で5時間近くかかります。オアシスの中のホテル、アヘマドサファリキャンプホテルに到着しました。砂漠の中をずっと走ってきましたので、緑を見るとホッとします。ではホテルの中をご案内したいと思います。中に入るとまず大きなロビーがあって、ツアー出発の待ち合わせ場所に使われているようです。その奥にレストランがあります。右側にはソファーがあって、ここでも休憩できるようになっています。コンセントも自由に使うことができるので、携帯の充電なども可能です。そしてこの先にキッチンと綺麗なトイレがあります。ここにはチップなどを要求されずに自由に使うことができます。では次にホテルの外をご紹介します。この右側は宿泊者用の部屋となっています。いかにも砂漠の中にあるホテルといった感じです。さらに進むと奥の左側に綺麗な中庭があります。緑が目に飛び込んできて、まさに砂漠の中のオアシスという感じです。ここにポンプがあるので、地下から水を汲んでいるのでしょうか。芝生がよく手入れされています。今黒砂漠へ向かっています。この黒砂漠、確かに黒いです。特に山は真っ黒、ピラミッドのような形をした山がいくつも見えます。中にはギザのピラミッドのように3つ連なっている山もあります。どうしてここの砂漠は黒いのでしょうか。ここはもともと火山活動が活発だったそうで、火山活動のせいで玄武岩が降ってきて、このように黒くなったそうです。時間がある方は黒砂漠の最高地点イングリッシュマウンテンに登ると、これまで見たこともない不思議な景色を見ることができるそうです。ここが冷たい光線です。今日は10月13日、気温は半袖でちょうど気持ちがいいぐらいです。でもこの光線ちょっと冷たいです。欧米人の元気な若者は中に入っていましたが、私たちはちょっとパス。すぐ隣の建物の中にお湯が引かれていて、そこで足湯をすることができます。きっと真夏のエジプトなら水着を着て中に入りたかったと思います。白砂漠にやってきました。ここは本当に白いです。こんな砂漠は見たことがありません。ここでは車を降りて、ちょっとした小高い丘から全体を見ることができます。素晴らしい景色です。この砂漠どうして白いのでしょうか。この白い岩は石灰岩だそうです。ここはもともと海の底で、貝殻やサンゴが海底に積もってできたそうです。確かに死んだサンゴはこんな白い色してますよね。砂の中から貝殻の化石を見つけることができるそうです。ぜひチャレンジしてみてください。今晩はこの白砂漠のど真ん中でテント泊です。テントといっても2方囲っただけ、屋根もありません。でもここで食べる料理は最高です。夕食後はキャンプファイヤーを囲みながらティーをいただくことができます。時々キツネが現れるそうです。あとは思い思い好きなところで寝るだけ。砂の上に敷いた絨毯の上にマットを敷き、寝袋で寝ます。ぜひ試してみてください。
とっても静かで、思っていたよりも快適です。よく眠ることができます。問題は一つだけ、トイレです。女性も含めて岩陰でするしかありません。しかもこの日は満月、月はこんなに明るいものかと感動しました。懐中電灯などなくてもその辺を十分歩けるほどの明るさです。でも女性たちは明るすぎてトイレの時覗かれないかとちょっと心配です。朝になりました。今日もまた太陽は昇ります。朝日を眺めていると地球の大きさ、そして人間の小ささを思い知らされます。人生について考えるには最高の場所です。きっと一生の思い出になることでしょう。太陽の真反対に月を見ることができます。ここに来てみて聖書のある言葉に合点がいきました。神は二つの大きな光体を作った。大きい方には昼を見守らせ、小さい方には夜を見守らせた。月も比較すれば小さいとはいえ大きな光体と呼ばれています。朝食を食べたらまた出発です。ここでは不思議な形をした岩をたくさん見ることができます。マッシュルームをつつこうとしているひよこもいます。写真はぜひブログからご覧ください。この不思議な形をしたたくさんの岩、どのようにしてできたのでしょうか。それは風によって形作られたそうです。本当に不思議ですね。ちょっと違う角度からも見てみてください。360度カメラ、こんな映像も簡単に撮れてしまいます。クリスタルマウンテンに到着しました。ここには何があるのだろうと思っていると、同乗者がすぐにクリスタルを見つけてきました。ちょっと歩けばいくらでも見ることができます。こんな感じで石の結晶を見ることができます。ちょっとした記念品にいいかもしれませんね。あるブログではみんなが拾ったので少なくなってしまった、持ち帰るのは許されていないと記されていましたが、私たちには誰にも持ち帰ってはいけないと言われませんでした。今最後の目的地、温泉に向かっています。ドライバーに聞いた話では、冷たい光線は比較的浅い地層から、この熱い温泉は深い地層から水を汲み上げていて、水温にかなり違いがあるとのこと。地下水を汲み上げているのは温泉のためではなく、周辺の農地への灌漑のためだそうです。それにしてもこの砂漠の中で大量の水を絶え間なく汲み上げることができるというのは、かなり大きな地下水脈があるようです。でもここ暑すぎてとても入れるものではありません。せっかく水着をはるばる日本から持ってきたのにという感じです。おそらく50度ぐらいあるかと思いますが、真冬に来た方にはちょうどいい温度なのかもしれません。エジプトは観光立国なのに、いまいち旅行者のニーズが分かっていないようですね。脱衣所を作って水温を管理して、きれいな中庭でも作ればこの温泉一人500円は取れるでしょう。エジプトでビジネスをしたい方、ぜひ挑戦してみてください。ツアーはこれで終了です。黒砂漠と白砂漠、とってもいい場所です。ぜひご自分の目でご覧になってください。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひお願いします。ブログも応援してください。